え皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続き法完全制覇の30日目、入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 えー、30日ですかあ結構ね、早いもんですよね。残り16日。ちょっとなんかこう、寂しい感じもしてきましたけれども、えーまあ、行政手続き法をやりながら、まあ、行政法全体の話とかですね、まあ、ちょっといろんな話散りばめておりますから、まだまだですね、下、ま、に、あ、ない話がありますので、まあ、16日間のところで、ねえー、いろんな話をさせていただければな、なんていうふうに思っております、えー。最後までですね、お付き合いいただければというふうに思っております。では、あ30条の規定見ていくことにしましょう。 昨日からですね、弁明の機会の付与手続きに入ってまいりました。えー、行政手続き法においては、不利益処分をする前に、意見陳述の機会ということで、反論防御の機会を与えているわけなんです。当事者の方に反論防御をする機会を与えるということで、弔問手続き、そして弁明の機会の付与手続きという、ま、2種類のですね、意見陳述の機会というのを用意していました。15条から28条にかけてが弔問手続き。 そして29、29,30,31という参加、まあ、条でございますけれども、弁明の機会の付与手続きについて記載があるということになってまいります。弁明の機会の付与というのは、基本的にですね、反論があったら書面で出してくださいと。弁明書という書類を出してくださいと。まあ、ただし、まあ、行政がまあ口頭ですることを認めるということもあるので、 え、弁明の機会の不要と言えどですね、口頭でですね、意見陳述をするということもあり得るというのが29条の規定でした。30条の規定は何かというと、 弁明の機会の不与手続きをする場合もですね、えー、あなたね、この弁明書を提出してくださいねということで通知を送らないと、そうしないとこっちとしてはですね、わからないわけですよね。当事者としてはわからないわけですから、通知をするということについて、通知事項についての規定が30条ということになります。聴聞手続きについても、聴聞の通知事項ってありましたよね。それがどこに出てくるかっていうと、第15条、15条に出てきます。 こういうのはですね、比較をして押さえると、まあ、わかりやすいですし、えー、そして、まあ、じゃあ、本当に試験対策ということであれば、まあ、15条と30条の比較とおいうことになってまいります。まあまあ、試験対策だけじゃなくてですね、まあ、こういう、あの、まあ、あ並列のね、横並びのこういった規定がある場合というのは、必ずこう、比較をこう、うん、するとお。そうすると、いろいろ見えてくることはありますし、あるいは、まあ、順用、うん、どこがしてるのかなとかですね、えーまあ、制度設計する時にやっぱ2つの 制度を作る時っていうのは必ずその比較をして作るわけですから、まあ、そういう意味でもですねあのこの比較をするというのが非常に重要だということになってまいりますはい、えー、では第30条を見ていくことにしましょう第30条になりますあちなみになんですけれどもこの弁明の機械の付与通知に関してはこういう書類が送られてきますから、まあ、こちらのここ,らにここに何が書いてあるか ここに通知事項として何が書いてあるかなんていうのをですね、気にしながら見ていかれるといいんじゃないかなというふうに思っております。 さあ、では第30条の規定を見ていくことにしましょう。えー、行政庁は弁明書の提出期限、括弧口頭による弁明の機会の付与を行う場合は、その日時までに相当な期間を置いて、不利益処分のなて人となるべきものに対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならないということですね、えー。この提出期限までに相当な期間を置いてということなんですけれども、まあ、書面のその提出を求めるわけですから、提出期限いつですよということをですね、あの、記載した通知をですね、送るわけ なんですけれども、えーまあ、この29条のところでも申し上げましたけれども大体ねこれはまあ手続きによって違うんでしょうけれども私が見ている感じだと弁明書提出期限って本当に1週間とかねもう長くても2週間ぐらいで切られてしまうという形になりますから反論書を出すといっても本当にスピーディーにですね出さないとすぐ提出期限が終わってしまって不利益処分決定が出てしまうということになります。 さあ、それでは改めて、弁明の機械の付与通知の通知事項について見ていくことにしましょう。これは15条1項のですね、聴聞の通知事項と比較をして押さえていただきたいなと。 いうふうに思っております。まずですね、この1号、2号、3号ありますけれども、1号、予定される不利益処分の内容、根拠となる法令の条項。そして2号、不利益処分の原因となる事実。これ、聴聞の通知事項と全く一緒ですね。だから、まあ、一緒。一緒に覚えてしまえばいいんじゃないかなというふうに思います。 そして、弔問の場合っていうのは、これ原則口頭ですから、口頭の意見陳述ということになりますから、そうすると、日時と場所ですよね。これを伝えて、で、この日にですね、弔問手続きあるから来てくださいっていう通知を出すんですよね。 で、それに対して、弁明の機会の付与は、弁明書の提出、文書の提出を求めるということになりますから、提出先と提出期限が分かればいいとこう。こういうふうにですね、まあ文書の提出だからそうだろうな、なんていうふうに、意味を考えながらやっていただければ、すんなりですね、3号のところが頭に入ってくるというふうに思います。ただ、弁明書を提出するというだけじゃなくて、 まあ、あの、口頭でですね、意見陳述をする弁明の機会の付与とはいえ、行政庁が口頭ですることを認める場合もありますから、そういうような場合にはですね、えー、弔問手続き同様、口頭でしますよ、そして日時と場所はここですよ、こんなことを通知事項として入れなければいけないということになってまいります。従って、1号、2号、3号のところなんですが、これはもう基本的に弔問の通知事項と一緒なんですね。 逆に、聴聞の通知事項にはあって、だから聴聞の通知をするときにはあって、そして、えー、弁明の機会の付与通知のときにないものは何だろうかあ、これを見ていただくといいんじゃないかと思います。一つは、聴聞のときっていうのは、弔問の事務を所掌する組織の名称と所在地という形で、担当する役所のですね、名称と所在地、これを入れていましたけど、今回ないですよね。 えないです。担当役所の名称と所在地というのがないということになります。そしてもう一つ大きいのが、あ15条の第2項って教示事項ってありましたでしょ聴聞手続きってそもそもこういうことなんですよ。ね、あなたは反論できるんですよ、なんていうことを教えてあげないといけないということで、15条2項には教示事項がありましたけど、弁明の機会の付与の場合は、教示事項がないんですね。教示事項がないということになってまいります。 改めてですね、この弔問のあ、ごめんなさい、弁明の機会の付与通知、えーまあ、こちら、まあ、ちょっとちっちゃくて見づらいと思うんですけれども、ねえー、今言ったような事項というのが並んでいるんだと。 まあ、親切で、うん、教授事項を裏面に載せてくれているなんていう場合もあり得たりとかはしますけれども、まあ、基本的にはですね、役所はもう本当に、この行政手続法に則っ,ってっていう場合には、もう行政手続法の通りにですね、えー、まあ、書面を作ってくるなんていうことになりますから、まあ、本当にシンプルな、1枚ペラ紙がですね、えー、届くなんていうことになります。 はい。えー、ということで、第30条のところは、15条と比較をしてですね、しっかり押さえましょうということで、えー、今日は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。